さあ第3話、うん、でようやく、ヘリポートまで行って、うん、でそこから、2時間かけてベースキャンプを、初日のキャンプ地、キャンプ張るところへ。いやこれね、手出しとんすよ、うん、僕ほんまですね、うん、GoPro 外に出しとんですね、これね、地平線までジャングルでしょ、ロシアも、うん、ほんま。いや、ある意味アマゾンのジャングルよりジャングルやなって思いました。こっから2時間、こっから2時間、うん、なんかすごい地平線なんですね。そう、地平線までこれまだ街中なんで、うん、これ牧場とかなんかって、いや、じゃなくて、わけではないんですか、うん、草ぼうぼうなら、あ、寒いからか。そう、これ今夏なんで、6月はロシア夏なんで、うん、でもなんか街とか見えてますこれね。えけどね、食べ物なかったんですか。ないんですよこっから2時間行ったら人誰も会わなかった。へえ、これはでもちょっとした街ですね。そうですね、何して生活してるんでしょうかね。えけどここだけですよ、見えとるとこだけです。あ、川、これの上流ですか。多分そうじゃないかなと。ただね、あの、うん、ヘリの最中にずっと見てたんですけど、下を、うんうん、ずっといろんな川があるんですよ。あ、大きい川から多分支流みたいにこういろいろ分かれてるのか、うん、アマゾンと一緒ですね、うん、ただ川幅は狭い。うん、なんか見た感じ浅そうやし、うん、到着です。あ、キャンプ地に、はい、まずここで先に犬を下ろすんです。おう、行け。今到着したんですけど、先に犬を下ろして、熊がいないかどうかチェックさせてるみたいですね。熊がいないかどうかチェック。結構行くね。熊がいないかチェック中です。熊がいる。熊とアムールトラ。あ、トラも。なんか現地のガイド曰く、うん、トラが出たら誰か死ぬって言ってました。へえ、うん、熊のチェックが終わって、さあやっとポイント到着。ああ、いやー、ロケーション最高。すげえ。ここでも釣れるんですか。ここでも釣りはしましたね。あ、やっとですね、うん、やっと到着しました。天気に恵まれた感じですね。水も結構思ってたより少なくって、釣りがしやすそうかな。水の色もね、どっちかって言ったらブラックウォーターに近い。まあ、ヘリの上からずっと見てたんですけど、アマゾンとかオーストラリア同様に、もう一面、森林です。あ、透明度高いんですね。浅いから高く見えるんですけど、うん、これ実際はもうブラックウォーターです、うん、アマゾンと同じ。アマゾンのブラックウォーターの薄い版。今俺ちょっとシャワーしようかな。そうか、うん、すっきりしたい。もう2日風呂入ってない状態です、うん、今。で、1週間丸ままお風呂に入れないんで、こういう昼間の時間を兼ねてシャワーを、水浴びを。冷たいですよ。めっちゃ冷たいです。
本当にね頭がキーンと音が鳴るっていうぐらい冷たい。あまあでもやっと到着して、あそう置いて帰るんですあなるほど、うん、じゃあこれこいつがまた迎えに来てくれるかどうかもちょっと不安を抱えますね。そうそうそう、もう電波ないんで、うん、じゃああそこらに何日にの何時ぐらいに来てっていう、うん、その時もね、うん、ほんまに来るんかなって、何時に来るからっていうのが何時間過ぎても来んかったり、うん、あいや、うん、ちょっと不安になりますねこのヘリの後ろ姿。そうなんです。さあ釣りしてますね。この後釣りするんですかここで、はい、ここでまあ今日はここでテント張るんで、うん、あでなんかトラブルがついてすぐあったっていうのが、ついてすぐ僕が本当に、うん、お前らちょっと大概にせえよってブチ切れた時があったんですが、うんうん、これがもうあの砂ぼこりがすごいから、うん、ちょっと水ちょうだいって言って、うん、水を出されたのが、うん、ウォッカだったんです、うんうん、いや水、うんうん、あもうコーラでもいいしオレンジジュースでもいいから、うんうんうん、出してって言ったんですけど、うん、指さすんですよ向こうの方を、うん、んって、うん、川水さすんです、うん、いや水かコーラかオレンジジュースを出せって言ってもこうやってやるから、うんうん、そしたらなんとソフトドリンクゼロ、うん、水なし、うん、コーラなしオレンジジュースなし、うん、あるのはウォッカとビールだけ、うんうん、で僕は完全アルコールアレルギーで、うん、あそうかアルコールが飲めない、うん、まあ周りは全員飲む人だった、うんうん、僕だけがアルコールを飲んだら死んでしまうから、うん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 、で川の水しかないということがこの時判明したんです、うん、へえ、それはちなみにですけど、うん、現地の常識？いやそんなはずはない、そんなはずはない、多分ね、ヘリとかのウェイトオーバーとかで水を下ろされたんだと。うわきつなのにビールとウォッカしかない、うん、ウォッカなんかどうでもいい、せめてビールちょろっとだけ乗せたらいいんじゃない、うん、いや水ない、うん、ソフトドリンクないで、うん、今から4日間か5日間、うん、俺は何を飲めばいい、うん、ってなったらもう川の水しかないわけ、うんうん、それが判明した瞬間へえ。ぶち切れてもうどうしようもないけん、うん、とりあえず釣りしようが始まる。あなるほど、うん、気を取り直して、そう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 、な結局何も飲まず飲まず早速釣ってますよ。そうなんですよ、これは対面ですか。いけるいけ る, いける。この前にね塾長が1匹釣ったんですね、2頭目ぐらいに。初めて、じゃあすぐぐらい、初めてすぐぐらい。あでもそうでもないかもよ、なんかでも20キロや30キロではなさそうです、ね、あもう全然超赤ちゃん対面です。70多分いってますよ。あでも北海道に行った時は糸を、ね、苦労しましたもんね。1匹釣ってわー言うてましたもんね。よし、よっしゃー、対面突破。とりあえず1匹目、いいけど1匹目来た、感動の、これが対面、はい、アムール糸っていうのね。そうですね、アムール川のこう支流に住んでるから、はい、いるねやっぱ。ちょっと体舐めます、開けてください。綺麗ですね。そう綺麗なんですよ。これは食用というか食べる習慣はないんですか。どう、いや食べると思いますよ現地の人は。いい、ね、マスですもんね。マスですね、美味しいんじゃないかな。元気に帰った。よっしゃー。やったー。よっしゃー。嬉しい。こういう遠征の一匹目はね、サイズ関係なく嬉しいね。うん、ちょっとあの緊張感ありますからね。あの倍のやつ、うん、次。うん。沖山くん一緒に頑張ろう。頼みます。はい。明日ですよ。明日ですよ。今からよ。行くで行くで。行くで。行くで。ちょうどバッテリーが。ありがとうございます。この二人だけ寄ってきてくれるっていうね。もうでも。いやみんなもうね疲れ切って横になってる、うん、
まあ到着直後にいきなり対面とは対面しました、はい、そうだ対面と、うん、対面とご対面したのでね、うん、あの姿見れましたけど狙ってるのはやっぱり20キロとか30キロで1メートル半ぐらいの、うん、まあ20キロ30キロは正直釣れるとは思ってなかったんです、うんうんうん、最初から、うんうん、で一応けどメーター50だいたい15キロぐらいまでかな、うん、は取って帰りたいなと思ってたんで、あ、うん、なるほど、そうじゃあそれを狙って今からそうなんです。2日目これがもう着いた日は釣りはしないって言われとったんやけど、うんうんうん、僕があまりに怒りすぎて、うん、クールダウンするために釣って、うん、対面を釣って、うん、やったー言うてちょっと落ち着かす、うんうん、なるほど。でこれはあの着いたところにテント張ってそこへ寝るわけですね。そうです、はい、それの連続。そうです、うん、なるほど。で毎日20キロぐらい川を下りながら、うん、テントの場所を移動して。なるほど、うん、じゃあこの後メーターオーバーのでっかいのが釣れるか、はい、というとこですね。そうですね。さあどうなったんでしょうか、はい、3日目これで終了。4日目かな、あ、じゃあ4話目かな、うん、はい、はい、交互期待。交互期待。でか今日一やない、今日というかこの旅一やない、うん、よりでかい。